反応が少し遅れました。2番に入っているボーカーです。ランナーが出ればおそらく鈴木が代走にという形になるでしょう。ジャイアンツこの後絶好調村田、そして今日にホームランの阿部。ホームランでボーカーもね、長打ありますね。そうですね、ライト線フェアです、フェアです。長打になるか、クッションボール。ボーカー二塁に向かう。延長12回表ワンアウト二塁、ジャイアンツ勝ち越しのチャンス。そしてもうすでに鈴木貴弘がインフィールドに入っています。二塁ベースに向かっていきます。ボーカーがチャンスメイク。村田、阿部、長野、